こんにちは。こんにちは。アクセサリーの時間です。はい。今日はチャリーン。見覚えある。っていうかつけてる。そう、あのモバ革の、本革1枚のね、ケースですね。でこれ別に新商品っていうわけではないんですけれども、うん、最近まみる先生が使ってるので、うん、結構ね、そう、問い合わせがすごく多かった。あ、マジで？そう。なので改めて紹介しましょうということでお持ちしました。あのバンカリングをずっとつけてたから、うん、他のケースをつけれなかった。そうですよね。うん、で、あのゲームショーであのケースをつける必要があったから、うん、あのバンカリングを取った、うん。で、せっかくバンカリング取ったし、なんかケースつけようと思って、うん、あのモバカワのケース買って、うん、普通に衝動買いして買ってつけたんだけど、うん、あのね、これにして良かったことがね、うん、あるの、いくつか。なんすか、ま、どんどん言ってください、どんどん。まず、あの私今デレステハマってるやんか、うん、はい、でデレステをやりたい時に、うん、バンカリングつけてるとガツガツなの、はいはいはい、うん、ただこれはバンカリングね、モバカは推奨してないと思うけど、まあ、そうですね、つけてるの、うん、でもうバンカリングないとケース持てへんからつけてるんだけど、うん、モバカはあの本体につけてないから、うん、バンカリングを、うん、ケース外せば置けんの、こうやってちゃんと、そう、平らな状態でね、デレステできる。あとはモバカワが変わってる点といえば、うん、これさっきも言った通り本革、うん、のケースなんですけれども、うん、本革ケースって大体手帳型ケースか、うん、ちょっと分厚めの背面型のケースが多いのが、うん、これすっごい薄いんですよね、うんうんうん、そういうところで、まあ、持ちやすさは ほぼほぼバンパーと変わらないんじゃないかなっていうふうに思います。いや、これ薄いもんね、うん、めっちゃ薄いんですよ、持った感じのそのなんか分厚さ的なのは、うんうん、あとここにスイカ入ってるけど、うん、全然感じない。あと一応そのスイカ入っててピーってしたいからバンカリングはね、うん、ちょっと今下目につけてる。なるほどね。ここにつけたら別に全然ね、干渉しない、普通にパスモとして使える、うん、おばかわさんはね、本当に、うん、本当にいいケースでして、うん、あと最初からすぐに使えるようにモックをね、あ、これこれモックでしょ。そう、これモックなんですよ。モックで見本ね、iPhone の見本を最初からケースの箱に入れてくれてるんですよ。でそのケースの箱に入ったモックにこうやってモバカワがついてるので、うん、形が最初からできてるから硬くない、うんうん、硬くないんだよね。でこれを取ったら一枚側のこういうやつ、うんうん、そうでずれないようにぴったり止まるようになってるんですよ。これって取っていいんだよね、うん、いつも取らずにここから隙間から取って大丈夫です、うん、取っていいやつです、うん、ただ無理にね引っ張るとあの切れる可能性があるので、まあね、そこはちょっと気をつけていただきたいんですけれども、普通に取ってあのもう一回つけていただければスムーズにつけられると思います、うん、まあ、本当にいいケースですよ。そう、衝動買いした、なんかお買い物したくなって、うん、あのアップマックスとは行ってこのケースと、うん、あとこのケーブル買った。今回はじゃあ何、私がこの間その衝動買いで買った、うん、このケースと、うん、あのケーブルを紹介、うんうん、そうで、ちょっと1点だけね、最後に注意していただきたいのが、あの一応メーカーさんが推奨してる使い方ではないというところだけ、おばかわ、はい、革に、うん、バカリングを貼るのは私が無理やりも来れないと持てないからつけてるだけで、はい、ただ意外といける、うん、ただそう、意外といけてます。本体に貼った時は、うん、バンカーリングをつけてこうやってやっても平気ってやったけど、今やるとこの皮を引っ張っちゃうから、それはしてない、うん、ただ持つ時にこう安心感のために、うん、やっぱ安定感が、ね、ありますから、うん、ただそのメーカー推奨ではないので、そこだけちょっと自己責任でお願いします。というわけで、うん、今回は私が使っているモバカワのケースと、まあ、なんか黄色いケーブル、黄色いケーブルでした、はい、さよな ら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪
はコンピューターウイルスの仕業です。なんだと？やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了。マミルト、マックス頑張って。歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おい任せろ。全力で悪に立ち向かい、地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。